松本亀を用意はいいか、はい、いきなりポン、じゃんけんチョキ。あ、勝ったやつは誰だ。練馬区の西山勝さんかな、うん、19歳2浪。いやつだな、うん、勝った西山くんには可愛い文房具セットピーズバーをプレゼントいたします。おめでとう。こんばんは、さだまさしでございます。今私がおりますのはですね、サザンクロスリゾートの亀ライブコンサート会場でございます。まあ会場は大変な熱気でございましてね、およそ1万人ちょっとの皆さんが詰めかけていただけております。すごい強烈な拍手です。この拍手がすごいですね。まあ、おそらくマイケル・ジャクソンが伊東に来てもこれほどのお客さんは集まらないだろうと思われるような大変なお客様でございます。どうもありがとうございます。どうです、約1万3000人というのはオーバーでございますので100分の1ぐらい集まっております。このコンサートで今日の伊東市の人口が約130人増えたというわけのわからない報告が入っております。サザンクロスといえばね、ゴルフクラブでも大変おなじみでございまして、今日は昼間亀山コンペも行われましてですね、ミュージシャンは演奏のうまさとゴルフの腕が反比例するということを見事に証明いたしました。亀山社長のメンバーと一緒にセイヤングを今日は楽しんでいこうと思います。伊東のサザンクロスリゾートからお送りする308回セイヤング、最後までゆっくりお付き合いくださいませ。ヤクルトナイト&ラブ、さだまさしのセイヤング。この番組は健やかな明日を目指すヤクルトの提供でお送りいたします。お腹をお掃除してくれる食物繊維が加わったライトジョアがただいまから爽やかをお知らせします。ところによらずライトジョアはあのジョアの良さを受け継ぎ、乳酸菌菌が生きたまま腸に届きます。これで元気予報を終わります。あなたがお飲みになった飲み物は鉄分が足りません。鉄分の補給ができるライトジョアかどうかをお確かめになって、もう一度お飲み直しください。ライトジョア、ヤクルトから好評発売中。カロリーがぐーんと低くなりました。グラマーなトマトがハンサムなリンゴと気になることをした。おませなシトラスがおぼっちゃまのセロリとキスをした。おてんばなパインアップルがハニカミ屋のニンジンに恋をした。気になるね。フルーツと野菜が一つになったおいしい飲み物、気になる野菜、ヤクルトから新発売。せいやシャチューの演奏に乗りながらセイヤングをスタートさせました。現在のこのですねラウンジの雰囲気でございますけど、本当にあの若いお嬢様ばかりの素晴らしい雰囲気でございます。
亀山社中のですね、ライブ、ま、僕はまあ、こう割と付き合うことが多いんですけどね、やっぱり彼らなんか生き生きとしていると言いますかね、こう演奏が始まるとなんか人間性が変わるって言いますかね、芸術の魔物だなという、そういう気がいたしますね。本当素晴らしい、演奏をいつもいつも繰り広げておりますけどね、彼ら独自のライブ活動今後もね方々で続けるようでございますんでね、どっかでお見かけになりましたらぜひ参加していただきたいとこういうふうに思います。早速ですけれども、プロ野球の結果でございますが、中日が阪神に勝ちました。11対8、バースが34号、宇野が32号、田尾が6号を打っております。そして、ありがとうございます。そして、太陽がヤクルトに8対4で勝ちました。ポンセが32号とホームラン王争いが熾烈になってまいりましたね。巨人は3対1で、広島に勝ちました。これで広島のファンの方が少ないようでございますが、これで広島は3位に下がったわけですね。中日が 6.5 ゲーム差で2位に上がった。あ、6ゲーム差ですか、本当ですか、6.5 じゃないかな。広島は7ゲーム差で3位ということになります。ちょっと届かないかな。まあ、9割9分ですね。50センチのバーディーパット、これ外したらアホという、そういう世界でございます。巨人の優勝は間違いないものになってきたような気がします。篠塚の7号、そして吉村の23号をツーラン、広島は長嶋の15号一発だけでございました。ロッテが9対4で西武に勝ちました。西武が負けてしまいました。一方、阪急が久しぶりに5対1で日ハムに勝っております。南海近鉄は6対6の引き分けと、今年のやっぱりパリーグ盛り上げた大貢献者南海、本当にね頑張っておりますね。日ハムが今日負けましたんで、再びあれですか、また、3位返り咲きという、そういう世界でございますね。さて、おはがきどんどん行ってみたいとこういうふうに思います。小田抜みーちゃんからいただきました。いらっしゃい、まっさん、皆さんこんばんは。7月夏休みに入りまして、すぐツアーで友人と北海道に行ってまいりました。最終日フリータイムの時に行きました牧場のおじさんと話が合いまして、楽しい一日を過ごしたんです。帰りにおじさんが面白いものを見せてあげようと言って、ある場所に連れて行ってくれました。これ危ないですね、雰囲気がね。面白いものを見せてあげようと言って、ある場所に連れて行ってくれました。ひたすら畑畑畑が続くところに一軒の家、そして一つの立て札はどうもバス停のようです。バス停がどうして面白いんだろうと思って、ふとそのバス停を見ますと、佐々木前と書かれておりました。そしてその前の家の表札には佐々木と書いてありました。久しぶりに笑いました。北海道最高の思い出でした。旅行ではなく旅というのを感じました。でも佐々木さんが引っ越したらどうするのかなと書いてあります。分かりやすく説明申し上げますと、次に鈴木さんが来たら鈴木前に変わるわけですね。まあ、そういうことでございます。で、庄司が来たら庄司前になるわけですね。なんかの目印でございます。自分の家にの前にバスが止まるっていうのは、こんなに便利なことはないようで、こんなに不便なものはありますよね。本当になんかね、北海道ってのはのんびりしてていいね、亀尾。ね。ね。松本前。そういうなんかバス停あったらいいかもわかりませんね。うん。松山前ってのあるみたいですけどね。いや、なんかあるんじゃないかなと。そういう気がするんですけどね。ミミズの話題でございます。先週非常に気にしてた子供がおりました。少年がおりました。母が田を耕すときにミミズを切ってしまう。ミミズは2つに分かれたときに、2匹になってしまう。ということは母はミミズを産んでいることになる。母はミミズの母になってしまう。ということは私はミミズと兄弟になってしまう。どっちのミミズと兄弟なんだろうかって素朴な疑問が来ておりましたけど、それに答えて、まだ若いもん、ペンネームみーこさん。いらっしゃい。大丈夫です。ミミズは半分に切りましても2匹になることはありません。ミミズには頭の近くに肝体というものがありまして、他の横縞よりもやや広くなって少し白っぽい色をしております。頭の先から肝体より少し後の方までがミミズの生命を維持する臓器が集まっております。その後ろの方は全て土が詰まっているだけです。ですからミミズを肝体より後で切りましても、生きているのは頭の方だけで、新しい生命は残念ながら誕生しません。また切られたのが肝体も含めて頭側のところだとミミズは死んでしまいます。それからミミズは雌雄両性で2匹いないと子供ができないそうです。ですからミミズの親はミミズ、親兄弟のミミズは存在しませんから、ご兄弟のミミズは存在しませんから安心してください。ミミズは働き者、土を越えさせてくれます。大切な生き物です。かわいがってあげてくださいね。まあ、かわいがったってものには限度というものがあるわけです。ミミズをペットにしてるやつとあまり友達になりたくないという気がいたしますけどね。さて、次のおはがき、どんどんおはがきを読んでいきたいと思います。群馬県の岡部久志さん、いらっしゃい。
先日某テレビ朝日を見ておりますと、レポーターの人が、ここのマンションです、ここのマンションに男を持った包丁が欲しいと言ってました。佐田さん、男を持った包丁を想像してください。かなりパワーのある包丁ではないでしょう。その通りですね、幅広だと思います。チェーンレターとか、それから不幸の手紙、こういったものが来たらすぐサダンところへ送りなさいと私言いました。全部破いてあげます、ご本人申し上げましたけどもね。こんなのが来ました。ペンネーム、宮崎藤代、埼玉県入間郡、いらっしゃい。マサン、こういう内容のチェーンレターが来たんですね。文化放送の土曜11時からのサダマサシの西安号を聞くように、この内容を真似て小林君に出しなさい。この人、僕がもっと前から聞いていたのを知らないで起こしたんだろうと思います。マッサン、破いてもいいかい。こういうのはチェーンレターと言わないわけですね。要するに、まあキャンペーンはがき、ね、こういうのは、まあ、寛大な処置をお願いしたいと思いますね。ずるい感じがします。優しい人ですね。本当にね、まあ、いろんなおはがきが来てますが、しかしなんだね、最近若いリスナーの層が増えたという話をしておりましたけどもね。こういうハガキが来ております。岩手県盛岡市から来ました。三好武弘君、いらっしゃい。僕は盛岡に住んでいる小学校3年生の男の子です。9つか、8つか。9月16日で9歳になりました。この間、日テレの24時間チャリティーを見て、風に立つライオンを聞いて、佐田さんが好きになりました。かなりしっかりした9歳ですね。少年に本当にわかるんだろうか。おめでとう、さよならの意味が本当にわかってるんだろうか。NHK テレビで最後に歌った幸せについて、もう僕は戦争は大嫌いです。二度と起こしてはいけないし、みんながかわいそうです。世の中が平和に暮らせればいいと思います。最後に、ラジオは夜中に放送をやっているので、おばさんがいつも聞いているんで、録音を頼んで聞いています。さよなら、体に気をつけて、気をつけてって書いてますね。いつか盛岡にコンサートできた時は行きます。9月10日書きましたよと。素朴なおはがきでございますね。セイヤングのね、行く末を案じたはがきというのはかなり来ております。このまま1時間ナイターが終わったら一体どうなるんでしょうかとか、そういうおはがきが来ておりますけどね。どうぞご安心くださいませ。10月の10日からですかね、10月の10日から、セイヤングというのは11時から0時までの1時間でございますか。引き続き0時から0時半までの30分間をセイヤングアネックス、セイヤング別館という形でですね、名古屋、大阪、そして、三好武弘君のいる盛岡、ここに同時生ネットになります。12時から12時半までの30分間は、東京、名古屋、大阪、そして盛岡の同時生ネットになります。名古屋は東海ラジオで、30分間、そして大阪 OBC ラジオで30分間生放送、同時に放送されます。盛岡は IBC 岩手放送で、同じように、聞けますんでね。まあ君の場合には聞けないかも分かりませんけどね。0時から0時半までですか。ですからセイヤングはいつものように1時間半に戻ります。そしてさらに お土産として30分間は大阪でも生で聞けると、こういった特典がついた、花々しいカムバックでございますね。そういう状態になっております。ありがとうございます。このところ大変私は好感を持って迎えている荒川区西尾区の佐藤あさみ7歳、この子の書き出しの一言が大変私は気に入っております。それでは今週も行ってみたいと思います。いらっしゃい。佐田のお兄さん、こんにちは。先生のお話です。先生は佐田さんのことを好きです。お兄さん照れちゃう。学校で一番綺麗な先生です。佐藤あさみ、写真を送るように。25歳です。結構でございますね。結婚していません。先生はとても優しいです。お兄さんは結婚していますか。聞いてるんですね。行を変えるな、こんなところで。よくわからない。先生もお手紙を出すと言っています。こういうおはがきが来ているんで、本当に先生がお手紙出すかなと思って探してみました。来ておりました。東京都杉並区の中村清美先生、
こんばんは。そしてはじめまして、佐田さん。突然お便りしたのは、実は私は荒川区の佐藤あさみちゃんの担任です。夏休みが終わりました9月1日、久しぶりに学校に来たあさみちゃんはパタパタと私のところまで走ってきまして、ガマの穂を机の上に置いたんです。あさみはガマの穂で人を釣るというね、そういう悪い癖がついたようですが、田舎にたくさんあるの、穂綿にくるまると毛が生えてくるの、大きな声で話をしてくれました。その後2本だけ綿毛にばらして29人の子供たちと校庭で飛ばしました。風に舞う綿毛で一瞬目の前が真っ白になりました。思わずすごいね、綺麗だねという声が上がったほど、自然って本当に素晴らしいですね。いつまでも空を見上げる1年1組の子供たちでした。さて、残りのガマは一本一本綿毛が飛ばないようにサランラップにくるんで花瓶に刺してあります。あさみちゃんはハガキの字を見てもお分かりでしょうが、とてもしっかりした女の子です。でもとてもおとなしく、自分から話をすることはありませんでした。ところが最近のセイヤングへの登場は彼女に自信をつけさせたようで、自分から佐田さんのことを話してくれるようになりました。つまりセイヤングが私とあさみちゃんをつないでくれたんです。素敵なことですね。こういうおハガキをもらいましたね。本当他人の先生としてはね、おとなしく目立たない子がいると、この子もなんか自信をつけるとね、飛躍してくれるのになと思いながら見てらっしゃるんでしょうけどね、思わぬところで不思議なことです。セイヤングで小学校の1年生と学校の教師が手に手を取り合うというわけのわからない光景がここに来ております。土佐片田市から7歳からも来ております。マッサン、つとむくんのつとむというのは、今日初めて番組をお聞きになった方分かりませんでしょうけども、小西つとむといいまして、番組のリスナーで常連になっております。まだ8つでございます。マッサン、つとむくんのお母さんはマッサン病という治らない病気なんだってさ。うちのお母さんと同じなんだ。袖レモって袖レモって出ましたね。袖レモって、これは今後使えるフレーズなの。袖レモってお母さんの友達の、僕の友達のあっちんのお母さんにマッサン菌をくっつけて、あっちんのお母さんも水煙語を聞くようになりました。偉いでしょう。江東区の戸坂忠まで、本当にこの番組のキャンペーンに協力してくれているようでございます。本当にありがとうございましたね。このように若いリスナーのおはがきも決して無視せずに、私どもは一生懸命、頑張ってはがきを読ませていただくことにしております。一般取扱いはがきいきましょう。これはね、春日部市の前島あかねさん、いらっしゃい。佐田さんは昔出しました私たちのラッツのハガキを覚えてらっしゃるでしょうか。私覚えております。文化祭の時の出し物として我々がマサシングワールドコンサートで上演いたしましたラッツ、あれをビデオを買って研究してみんなでやると、そんなおハガキが来ておりました。遅ればせながら選考会の結果をお知らせいたします。じゃん、ラッツは見事1位を獲得いたしました。私たちの9月12日9月13日の文化祭では1日1回ずつラッツが上演されることが決定しました。ごめんね、これ前に来てたハガキなんだね。もっと早く読めばよかった。1日1回ずつラッツが上演されることが決定しました。ちなみに私のクラスは2位でした。あと1ヶ月ばかり先の話ですけれど、っていうのはもうずいぶん前に来たハガキですね。きっと佐田さんたちのステージに負けないくらい素敵なラッツが見られることを期待する私です。3年3組の連中はラッツの文字の入ったお揃いの T シャツまで作って頑張っております。佐田さんも陰ながら見守ってやってくださいっていうね、このハガキちょっと遅きに失した感がありますけど許してくださいね。浦和市のね、和田清春さんからこんなハガキも来てるんです。いらっしゃい。実は僕、ある高校の文化祭でラッツを見ました。9月13日のことですが、友達と一緒に浦和第一女子高校という女子校の文化祭にのこのこと出かけて行ったんです。そしたら門を入ってしばらくしたところに、何やらラッツと背中に文字の入った黒い T シャツを着た女の子たちが数人、髪を三角に切った可愛らしいビラを配っていました。僕はまさかラッツってあのラッツではと半信半疑でしたが、一応書いてある時間通りに会場になっている体育館に行ってみたんです。なんと舞台を見ましたら、やっぱりあのラッツ、汗びっしょりになりながら一生懸命演技している女の子たちを見て僕はとっても感動しました。ポッキー役の人、それから大将役の人の演技が本当に上手で、歌もみんなうまかった。
最後のチャンスも息がピタリと合って、終わった後ホッとするような、なんだかとても爽やかな気持ちになりました。ラッツを頑張ってやり遂げた彼女たちは3年生、ほとんどの人が受験だと思います。忙しい合間を縫ってみんな必死に練習したんでしょうね。本当に素晴らしかったです。浦和一女の3年3組の皆さん、爽やかな時間をどうもありがとう。みんなそれぞれのチャンスをつかめるといいですね。こんなおはがきでした。本当にね、こういう風に、感動してくれてる人もいた、浦和一女の3年3組の皆さん、もしね誰か聞いてたら喜んでやってください。それじゃあヤクルトさんのお知らせです。お腹をお掃除してくれる食物繊維が加わったライトジョー、お腹なかなか喜ぶぞ。体の中で作れない鉄分、気軽に補えるライトジョー、一本で一日分補える。もちろんそのままジョーの良さ生きてる生きてる、乳酸菌菌ライトジョー。カロリーゴーンと低くなってそのまま素直にライトジョー、体にオールライトで発売中。ライトジョー発売中、ヤクルトから発売中。およそ1億3000万人のためのお茶飲み話創価大学。はい、今日は1億3000万人の中のほんの一握りの選ばれた人々がこの会場に詰めかけております。伊藤にございます。サザンクロスリゾート亀山車中ライブの会場からお送りしているセイヤング、お茶飲み話唱歌大学、今月の講義は、三秒小劇場秋の大会でございますね。それでは会場の皆さん、面白い作品では本当に笑ってください。つまらない時はシーンとしちゃうと困るので、つまらない作り笑いをしてください。これで結構でございます。では今週のおはがきを吟味いたそう、何しろ3秒間で笑わせてもらおうというおはがきがビシバシ来ております。大地大山る4回生、果たして受けて卒業資格ができるかどうか。あったら怖いものシリーズ、産毛の生えたイクラ。それただカビてるだけじゃないかっていう気がするんだけどね。香川県の田中智則、入学希望。ある男が銀行に入ってきた。そして受付の女に向かって脅すように、よい金を出せと言って印鑑と手帳を出した。そんなもの普通じゃないか。匿名希望、ペンネーム成行任せ、横須賀市。寝るな、寝るんじゃない、寝たら落ちるぞ。予備校にて。かなり深いものがありますね。かなり深いものがあります。三重県の男女義春、22歳、4回生4分の3。これで卒業資格が生まれました。マッサンと広田さんの会話、林の中にて。いやー、やっぱり森林浴はいいな広田。それよりボールまだ見つかりません。かなり深いものがありましたね。困ったなこれな。関東高校のスーパースター、大館浩二。水戸黄門シリーズ3分の1回生ですから、助さん、ここにおわす方をどなたと心得。先の殿下の副将軍、水戸三つ組校であらせられるぞ。相手、将軍に向かってなんだその戦は。将軍に出しても効果がないわけですね。ノータリン水産省は修士課程に進んでおります。模範解答、大学に通っていた彼は最近点が2つほど足りなくって退学になった。かなり深いものがありますね。鈴木秀明は3分の2回生、これで1回生に進出。母と子の会話、プールにて。みっともないね父ちゃん、犬かきで泳いでるよ。せめて平泳ぎくらいすればいいのに。いいんだよ、平で泳ぎ回るのは会社の中でたくさんなんだから。うまいねこれね。お茶飲み話消化大学係、匿名希望、ペンネームクラトス。床屋さんと友人の会話、すいません少し短くお願いします。しばらく経って床屋さん、こんなもんでどうですか。あ、すいませんもうちょっと長めに。無理なことを言うな、無理なこと。栃木県鹿沼市のペンネーム東京ボンタの後輩こと根本武史、4回生4分の4。卒業待ち。さあ果たして卒業許可が与えられるか。さだまさしコンサート終わり近くになって、本当にみんな今日は遅くまでありがとう。
これからもみんなのために一生懸命頑張ります。さだは歌えなくなるまで喋り続けます。客よっ日本一まさしありがとう。ではせっかくですから皆さんのアンコールにお答えしまして、弟と犬なんだとこいつは大詰めて冷ややっこ中死ぬ別にいて優雅な絵描きを送ってくれました。こいつ何回生なんだよくわかんない。三秒小劇場。いやあなたの鼻毛立派ですね。一本差し上げましょうか。悪いな、催促したみたいですよ。わからない、わからないやつ。岐阜県瑞浪市伊藤幸子。毎週毎週失敗ばかりしている某放送作家は、自分が恥ずかしい、穴があったら入りたいと自分で穴を掘って入った途端、優しいスタッフに埋められ、それは墓穴となった。かなり深い作品ですね。あったら怖いものシリーズ、ペンネームアローン一回生。あったら怖いものシリーズ、行く年来る年の最終回。うわーうわー、あったら怖いものシリーズ、透明のバキュームカー。本当に怖いですね。本当に何を考えてるかよくわからない人たちが増えました。ザ・レビュースコープさん。私の友人の実話なんですね。電車を降りた途端忘れ物をしたことに気がついた彼女は慌てて駅員さんに言ったんです。すいません、神棚の上に置き忘れた。あーんだね。ありそうな話ですけどね。というようなわけでございましてですね、今週の入選者を選ぶ間の一曲です。キングトーンズグッナイベイビー。書いてる間に今週の入選者が決まりました。順番に発表してまいりましょう。まず1000円の図書券がもらえる今週の成績優秀生5名の発表。マッサンとヒロタの会話。いやーやっぱり心理力がいいなヒロタ。それよりボールまだ見つかりません。ペンネームなりゆき任せ。寝るな寝るんじゃない、寝たら落ちるぞ。予備校にて深いものがありました。ペンネームアローン1回生。これで2回生進出。行く年来る年の最終回、あったら怖いシリーズね、深かったですね。神棚に置き忘れたんです。ザ・レビュースコープは入学が許可されました。それから4回生4分の4卒業待ち。根本は卒業が許可されました。ありがとう。ではアンコールに答えて弟というバカ者。そして今週の5000円の図書券がもらえる特待生1名。神奈川県横須賀市の鈴木秀明3分の2回生。次回からは1回生3分の2。みっともないね父ちゃん。犬かきで泳いでるよ。せめて平泳ぎくらいすればいいのに。いいんだよ、平で泳ぎ回るのは会社の中だけでたくさんなんだから。これはですね、お父さんは本当に辛いという、そういうわけでございますね。大田分け、味噌を送りましょう。大詰めて冷ややっこ。あなたの鼻毛ご立派ですね。一本差し上げましょうか。悪いな、催促したみたいで。って下に書いたの、旅先だとイマジネーションが湧くな。脳みそになんか別なものが湧いてんじゃないか。困ったもんでございますけどね。今月は3秒小劇場。お気軽にハガキで参加してください。以上、御茶ノ水村市商科大学、今週の講義おしまいおしまい。ヤクルトナイト&ラブ、さだまさしのセイヤング。この番組は健やかな明日を目指すヤクルトの提供でお送りした。松本亀雄のお知らせコーナー。はい、それではさだまさしディナーショーのお知らせですが、新高輪プリンスホテル大宴会場飛天でのさだまさしディナーショー、ディナーショーの方は満席となりました。満員御礼でございます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。なお、本日の時点でカクテルショーには若干のお席がございますので、明後日の月曜日の晩いかがでございましょうか。9月21日月曜日午後9時45分から夜の9時45分ですね、新高輪プリンスホテル飛天の間でさだまさしカクテルショー、料金はお一人様2万円でございます。2万円でございます、はい。お問い合わせは新高輪プリンスホテル飛天ディナーショー係、電話、03442-1111、 03442-1111 までどうぞ。4つです、はい、よろしくお願いいたします、はい。板橋区のうだっちょさんからそのことについてハガキが来ております。連夜の虫たちのコンサート、そして店頭にはすっかり秋らしく松茸や栗が並びまして、
今年も残り3分の1、相変わらずお忙しい毎日でしょうが、まさし様いかがお過ごしですか。さて私この度ディナーショーに出かけるんですが、一つお願いがあります。くるみの日、あるいは長崎シティセレナーデ、春雷など、普段のコンサートの時ならみんなで、手拍子をしてたくまさんなどと叫びたくなるような曲はやめていただきたいんです。そう、おしゃべりも間違っても弟と犬などはやらないでください。せっかく3万円も払って普段着ないような服を着てナイフとフォークで気取ってお食事するんですもの。曲も話も格調高く、あくまでも上品にしっとりと歌い上げていただきたいんですけど、無理でしょうね。まあ、しかし比較的金山さん今回はしっとりしたものが中心になってますよね。ね、選んでますね。はい、まあ、そういうこっちゃ、ね、ではあ、お待ちどおさまでございました。続いて好評深夜の会先生方からのご挨拶でございます。金山ラドン先生どうぞ。はい、サザンクロスリゾート初めて来たんですけど、うん、なかなかいいとこですね。いいとこですね。はい、素晴らしい、あのまだあの出来たてですからね、ここあの従業員の方もすごい方で、ね、親切ね、本当になんかあの別にベンチャラで言うんじゃなくてね、すごいもう世話好きの人が多くてね、本当コースがいいね。あ、ゴルフ場は最高ですね。最高のコースね。ここへ泊まってね、とにかく朝起きて5分あればティーグラウンドに立てるっていう凄さがすごいですね。すごいね、まあ、顔洗わない人に限りますけど、ね、すごいですね。山下先生どうぞ。はい、今年もまた咲きました、あなたに似ている彼岸花山下アンアンです。山下先生、はい、そろそろ彼岸花が咲き始めましたですね。咲きましたね。このやはり彼岸花のこの悲しさというのは一体どこにあるんでしょうかね。後ろ姿ですそんなあるのか彼岸花の後ろ姿ってどういうんですかね。わかりません。わかりませんよ。ひまわりの後ろ姿ならなんとなくわかりそうな気がしますけどね。わけのわからないこと言ってる山下先生、そして私貞我慢3人の選者でもって皆様から寄せていただいた句を選ばせていただいております。今週のお題はため息の2回目でございますね。ため息の2回目、さあ順番に参りましょう。金山ラドン先生。はい、千葉市の小畑美恵子さん、いらっしゃい、うん、ふと母の、ね、ふと母の、ため息で知る親不孝。ああ、これはね、ああ、わかりますね。わかるな、ふとお袋が、なんて言うのよね。しょっちゅうでしょ。まあ、あの、弟がいろいろ不幸してますからね。うん、あの、まあ、僕と一緒の時は割とあくびが多いんですけどね。山下先生いかがでしょうか。はい、静岡県の河合鈴代さん、いらっしゃい。ため息は秋の夜長のお茶の友。暗いお茶だねそれ。ため息は秋の夜長のお茶の友。はい、嫌なお茶だね。すごいね。まあでも先よりはいいか。小畑勝彦さん、はい、夫婦で採用されました ね。お題ため息、逆転のチャンスにぼんだ声となり。ああ、あるね。ここで一発ね。ああってみんな言うね。あるね。確かにね、うん。金山先生どうぞ。はい、東京都荒川区の、ペンネーム、ニーハオセイヤングさん、いらっしゃい。おかわりの、コーヒー見つめ、ドア見つめ。なるほどね。おかわりのコーヒー見つめ、ドア見つめ。あ、今度カーンなんかパッと振り返ったりするわけよね。違うな。これでございます ね、はい。あなたは何分待てるでしょうか。さあ、山下先生どうぞ。はい、川越市の猪俣光一さん、いらっしゃい。可愛く読みます、はい、初恋に、気づいたおばばは60歳。もしもし、聞いてますよ、聞いてますよ。聞こえます、聞こえますよ、その何が60歳がどうしたこれ。まあでもありえないことではないと思います、僕はね。女性はもういくつになってもやっぱりね、恋をするたびに初恋ですから。そして私行きましょう。加藤博子の夫、大型29歳。コンサート、お題はため息でございます。コンサート、いいね。コンサート終わってみれば、いいね。コンサート、終わってみれば演芸会、あるある、
高知市の方でございますね。いい句だね。ほっといてください、うん、金山ラドン先生、決めの一句です。はい、千葉県印旛郡の林田文夫さん、いらっしゃい。反抗の反抗のため息癒すポチと月。かあ、いいね。ね、反抗のため息癒すポチと月。もうね、なんか嫌なことがあって、ね、こらろーなんてね、家を飛び出したくなってね、バッと表飛び出した時に味方は犬だけなんです。そうね、うん、犬はね、もう必ず尻尾振ってね、えぇーねーってね、もう久しぶりに出てきたもんだから、いやーって尻尾振ったりなんかしてね、分かってないんだよな、犬って。だから可愛いんだよね。今日ホールインワンがありましたね。ええ。ちょうど、5番のショートホールだったですかね。僕が、打った時に犬が横切りまして、ホールインワンでございますね。山下アナ先生、いかがでしょうか。はい。決めの一句をどうぞ。決めの一句、浦和市の大田原さん、はい、いらっしゃい。夕暮れに夕暮れに一人影踏む帰り道。自分の昨日を見てるようですね。今日じゃないんですか。私お送りしましょう、はい、決めの一句です。大阪市東住吉区の矢野勝子さん、このところね、よくくださいますけどね、右左、別れた心に穴が開きた、はい、心の穴から漏れる音だったんですね、ため息っていうのは。教えられました、はい、さあ、それでは今週の入選者を選ぶ間の一曲、白鳥座です、コスモスだより。はい、白鳥座のコスモスだより聞いていただいている間に各賞の入選者が決まりました。それではお届けいたしましょう、金山ラドン賞。はい、ラドン賞は、三重県亀山市の服部志門さん。はい、ため息をため息を紙に感じる別れ際。ね、なるほど、近いんだね。近い、この近くで別れる時に ね、感じるんだ、恋はしてるんだな、はい、ね、山下安安先生いかがでしょうか。はい、安安賞は静岡県の河合鈴代さん。ため息は秋の夜長のお茶の友。この国させられます、深いものがありますね。はい、佐田川賞は田崎治君、浪人だそうです、栃木県の人。浪人、これがね、響いてきますね。ため息と悟られぬよう深呼吸、こういうことありますね。ため息と悟られぬよう深呼吸。以上、各賞入選者にはさあ一体いつになったら出来上がるでしょうか、もしできなかったら一体代わりに何をプレゼントしようか、なんて事態に追い込まれたフリーフライト特製トレーナー智之聞いているか、プレゼントいたします。来週からお題が変わります。食べる、来週から食べる、何でも食べてよろしい、何でも食べるもんなら何でも食べてよろしい。俳句を作ってトレーナーが届かないと催促するのは絶対やめましょうと言いながらフリーフライト特製トレーナーをもらおうではないか、ともゆき聞いてるか。以上、深夜落会、おしまい、おしまい。さて、おはがき大紹介じゃなくて、これはですね、うん、愉快な家族でいただいているおはがきをビシバシ行こうかと思いますね。府中市のペンネーム、春はちょんまげ。松さん、そしてリスナーの皆さん、いろいろなおじいちゃん、おばあちゃん、こんばんは。春はちょんまげです。今日は府中市の卸売センターに行った時、僕が車に乗ってドアを閉めようとした時の母の言葉です。お前早く蓋閉めなさい、蓋。こういうおはがきが来ております。それからこのはがきはいいな、ペンネーム、ルーシー&カオルさん。マスターリスナーの、それからスタッフの皆さん、こんばんは。友人の T さんのお父さんの話。その日、T さんが家に帰る途中、後ろから自転車で、やや姉ちゃんと声をかけてきたおじさんがいました。声ですぐに自分のお父さんだと分かった T さん、無視して歩いていると、姉ちゃん、無視すんじゃねえよと、しつこくついてきて、呆れた T さんが近くのコンビニエンスストアに入ろうとしました。すると、娘に相手にされないお父さんはもう一言、姉ちゃん、逃げんじゃねえよ。そこに、ずっと様子を見ていたらしい紳士風のおじさんが近づいてきて、君やめなさいとお父さんを叱り始めました。 T さんはそのままお店に入ってしまったんですが、お父さんは一体どんな顔をしてそのおじさんのお説教を聞いていたんでしょうか。見たかったです。まさか、いや、あれは実は娘でとは40後半の彼には言えなかったでありましょう。ちなみに T さんは一人っ子なんですが、食べ物が一つ残っているとお父さんが、一人っ子だからって何でも独り占めできると思ったら大間違いなんだよと言って、お父さんが食べてしまうそうです。このお父さんすごいね、強力ですね。これお味噌送っといて、さて、いろんな状況の中でですね、セイヤンがお送りしているわけでございますが、
このと、え、まだそんなにある？あ、そうすか。はがきを読んでみたいと思います。今渡したやつちょうだい。今渡してまだ読んでない分ね。はい、今渡して読んでない。また味噌送るやつ出てきちゃったな、これ。味噌そんなにいっぱい送っていいかな。いいっすかね、味噌。ねえ、もう焼けくそで送っちゃおうか。焼き味噌だね。これとんでも、茨城県の出頭きみえさん、マッサン。あ、いけない、名前読んだらまずかった。きみえさん、ごめんなさい。うちの父、若い頃の名残で異様に胸がでかいんです。で、前から一度父にブラジャーをさせようとしてたんですが、そのたびに嫌がってまして、昨日ねえ、マッサンのラジオで味噌がもらえるのよと言ってブラジャーをさせてしまいました。そしたらうちの父、気づいてたのか気づかなかったのか、ブラをしたまま会社に行っちゃったんですよ。これもマッサンから味噌をもらいたいという気持ちだと思うわけです。だからマッサン、味噌ください。あ、ちょっと待って、これはね、お父さんのブラをした姿、これはやはり写真で見たい。見た暁には、味噌を送ると、こういうことでどうだろうかね。いろんなおはがきが来ております。ペンネーム水色のカバさん、佐田さんお元気ですか。私はやっと一人暮らしに慣れ始めているところです。半年もかかってやっとホームシックから抜け出すなんて、私ってトロいですね。やりたいことがやっと分かりかけてきて、なんとか生きていけるかもしれないなどと思い始めている私です。今からまたあと何回落ち込むのか想像もつかず不安に苛まれますが、まあどうにかなるでしょう。頑張ります。一人暮らしの皆さん、一人で食べる食事は寂しいですね、というこんなおはがきなんですけどね。僕なんかも一人暮らしがかなり長かったんでね、実に、一人暮らしの食事のわびしさ、一人で食ったってうまいもんじゃありませんね。ですから勢い、お腹をいっぱいにするだけというね、そういう作業に出てしまいますね。栄養とか考えませんね。それで私は背が伸びなかったんじゃないかと、そういう寂しさをふと今頃思っておりますけれどもね。ふるさとというのは僕らの心の中にいつまでも生きているもんでありましてね、未だに僕の中でも悠々と生き続けているわけです。今度風に立つライオンというのがシングルになるという話を確かしたと思いますが、その B 面2曲作ったという話をしました。その中の一つ、ふるさとをまた歌ったものがありますんで、これを今日はですね、初登場でまだレコーディングしたばっかりで、昨日レコーディングが終わったばかりという、まだ誰も聞いたことがないという、そういうものをですね、これからいきなり生でお送りしてみようと、こういう暴挙に出たいと思います。ありがとうございます。なくても今日は伊東にございますサザンクロスリゾート、はい、亀山車中ライブのコンサート会場からお送りしている、わけでございますから、一つ頑張っていきたいと思いますね。タイトルは道、これは関西異性の皆さんには11月以後週に何回かは NHK テレビの方で聞いていただけるかも分かりません。いいの？ヤクルトから好評発売中。カロリーがぐーんと低くなりました。ビデオで映画見ていて、会話のちょっとしたジョークに二人思わず同時に同じところで笑えるって、小さな小さな瞬間だけど、なんだか幸せ気分です。美しい人生
生。飲むヨーグルト、ジョア、ヤクルトから。せいやラストレターです、ミルクさん、いつも楽しく聞かせていただいてます。さて沢さんは男女間の友情というものが果たして成立すると思われますか。私には大学1年の時から大変仲良くしている男性があります。学校の中では一時恋人同士と噂されながら、本人たちは全くそういうつもりもなく、憎まれ口を叩き合いながら今日まで来ました。もう4年くらいの付き合いです。お互い他の異性に恋をし、付き合い、失恋し、昨年は2人揃ってアメリカに留学し、キャンパスは違いながらも休みの間には一緒に旅行したり電話でストレスを解消したりしました。そんな中で今更にやっぱりあいつは男なんだな、強いんだなと感じるようになり、私自身の中では友情が少しずつ何とも言えないあやふやな感情に移行しつつあるんですけれども、彼と会う時のあのリラックスした雰囲気、平気で悪口の言い合える仲を大切にしたいという気持ちの方がまだまだ強く、また彼も私のことを恋人だなんて思ったりしていない様子です。大学も4年になり、私は就職、彼は大学院進学と道も分かれていきます。いつかは彼も他の女性と結婚し、私も他の男性に出会っていくことになるでしょう。それでも彼とずっと友人でいたいと思うのは、私がまだ本気で恋愛をしてないせいでしょうか、それとも彼のことを愛しているのでしょうか。この頃私のそんな不安定な気持ちを察してが、彼は牽制している模様です。沢さん、所詮男と女が友達でいようと思うことが無理なんでしょうか。学生生活最後の秋です。まあ、僕は全く無理だとは全然思わないんですよ。当然ね、僕の周りでも別に女性でもね、恋愛関係全く関係なしに仕事仲間なんていうことになると、それをね、むき出しにしてしまうととんでもないことになってしまったり。でもやっぱりね、男と女がいてね、両方お互いにナイスだなと思わないといけないわけでしょ。ここは難しいんだね。で、男同士だと間違っても、まあそういう方向へはまあね、まあ行く人も、まあ、時々ゲストで来ますが、まあ女同士でもまあそういうこともね、まあなかろうというような気がするんですけども、そうね、通常ね、ある種男と女の友情っていうのは恋愛感情を一回突き抜けたところにね、あるというふうに言いますよね。だから実際に恋人同士になるならないは別に、一旦は誰でも恋心を持つんじゃないでしょうか。どんな人でも素敵な人だなと思ったら、男性は女性を好きになるし、女性は男性を好きになるし、それでいいと思うんですよね。それを果たして形になるかならないかっていうのはね、これはまたよくわかりません。いろんな事情があるだろうしね。そしてそこを一旦突き抜けたところに、友達関係っていうのは成立するような気がするんですけどね。いかがでしょうか。難しい問題です。お釈迦さんもわからなかった問題ですから、私なんかにわからなきゃありませんけれどもね。もうこんな時間になりましたね。とんでもない時間になっております。今週は大田分けを乱発しましたね。大詰めて冷ややっこ味噌プレゼントですね。それから、おじさん、お父さんですね、実の娘に、ね、じゃあ逃げんじゃねえやって言ったお父さんですね、大田分けお味噌プレゼントです。明日の天気、東京地方は曇り、午前中ところにより一時雨と、午後時々晴れ、降水確率は 20%、 気温は18度から24度と、伊豆の方は曇り時々晴れのようでございます。次回のスイヤングは日本列島を南に西にぐーっと移動いたしまして、今年になりまして初めての開放国体に沸きます。沖縄からお送りする予定になっております。いやー、しかし本当に僕は初めてね、今日、まあ、昨日の夜着いたんですけど、伊東のサザンクロスリゾートね、来ました。本当に皆さんに親切にしていただいて、ここでね、スイヤングまで放送をさせてもらったりなんかしまして、スタッフの皆さん本当ありがとうございました。いろいろありがとうございました。で、結果的にはですね、本当にお天気も今日の午後から回復し、メンバーも大変気持ちよく、スコアもよく、本当に良かったんじゃないかと、こういうふうに思っております。本当に会場の皆さん、遅くまで本当にありがとうございました。今後も亀山社長をよろしくお願いします。また来週元気でお会いしましょう。今週も最後までのお付き合い本当にどうもありがとう。さだまさしでした。ヤクルトナイト&ラブ、さだまさしのセンヤング。この番組は健やかな明日を目指すヤクルトの提供でお送りいたしました。